えー、中3です。修学旅行の班で他の班から嫌なやつを押し付けられそうです。どうすればいいですか別に受け入れたらいいんじゃないですかあの、今は多分嫌なやつというのを受け入れるその友達がいっぱいいる側の立場だと思うんですけどあの、多分人生のうちで1回ぐらいそのうちあなたが嫌なやつになるタイミングが来ます。 会社に入ってみて、なんかあの、周りはみんなイケメンと美女で、なんかすげえ仲良くしてるんだけど、なぜか自分の周りには友達もいなくて、で、なんかじゃあ、その、なんかあの、内定者同士で飲み会をしようぜ、みたいなところに、なんかあの、LINE グループが作られてるんだけど、自分だけは入っていない、みたいなのが、あの、必ず人生1回ぐらい来ます。 なので、あの、嫌な奴だと思われてる人がどういう扱いをされるのか。で、嫌な奴だと、その思われてる人がどうしたらそのグループに仲良く入れるかどうかっていうのを観察して、か自分がもし将来そうなった時にどう立ち振る舞うかっていうのの実験をするといいんじゃないかなと思います。<laughs> コメントで模倣って書いてあって。<laughs> そうなんですよね。模倣さんそっち側なんですよね。 そのまああの昨日木尾さんとお話をするっていう機会があったんですけど、木尾さんはその友達多いんで、たまたま中学の時はなんかその友達がいなかったって言ってたんですけど、なんかその、あの、大学の時にバイトをした時も、なんかバイト仲間で自分以外がみんなボーリング大会に行ってるみたいなのがあって、やっぱりなんか自分は普通だと思っても、そのどんなとこに行ってもなんとなくこう、あの友達ができづらい空気感を多分持ってらっしゃるって言ったらいると思うんですよね。